どうも、伊藤です。今回ですね、昨日深夜に放送された無職転生異世界行ったら本気出す、こちらの3話を見た感想っていうのは最初はネタバレなしで、後半はネタバレありで話していきたいなというふうに思います。ちなみにですね、これまでに1話と2話の感想動画っていうのを私のチャンネル上げておりまして、そちら概要欄に貼っておきますので、まだ見てないよって方はですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。で、それではね、早速今回の3話見た感想っていうのはまずネタバレなしで、ね、話していくんですけれども、今回の感想ですね、一言でネタバレなしで表すとしますと、もうですね、はっちゃめちゃに感動しました。もう、こんなに泣くかってぐらい感動しましたし、もうめちゃくちゃ泣きましたね。うん。もう素晴らしい3話だったなというふうに思っております。まあ、いつも通りね、やっぱ面白さ、もうこの先にね、結構杉田さんのモノログが面白いってところで、まあ、面白さっていうのももちろんあるんですけれども、やっぱね、この先には人間を描いていくのが本当にうまいなっていうのをしみじみと感じる3話ってなっているかなというふうに思って、おります。まあ、作画とかね、もちろん素晴らしいんですけれども、まあ、今回はそのストーリーというか、まあ、そのシナリオ部分がめちゃくちゃ優れてたなっていうふうに思いました。うん。やっぱね、原作ももちろんですね、もう大人気ですから、もう面白いとは思うんですけれども、やっぱこのアニメのクオリティの高さ、このアニメの出来っていうのはもう本当にすごいというか、もうもはやこの異常だなっていうぐらいのクオリティの高さを持ってるなっていうふうに思っております。もうね、制作陣の皆様、マジ天才だなと。もうすごいなと。宝石への愛が詰まりまくってるなっていうのを本当に感じておりますね。本当にありがとうございます。もちろん作者の方もね、理不尽な孫の手先生、孫の手先生、本当にありがとうございます。って感じなんですけれども、やっぱこのアニメ、もう無職転生ってアニメを見ちゃうとですね、もう今期本当素晴らしいアニメいくつもやってるんですけど、もうなんか他のアニメが全部霞んで見えちゃうぐらい、このアニメって本当すごいなと。うん、それぐらいすごいなっていうふうに思っております。うん。まあ、先ほども言ったんですけど、やっぱ人間の描き方っていうのは抜群に優れてますし、まあ、その上でやっぱ映像だったり音楽っていうのはめちゃくちゃ綺麗で、やっぱアニメとしての出来、なんかその元の原作の良さをさらに何倍にも何倍にも膨れ上がらせているような出来をしているなっていうふうに本当思っております。うん。まあ、正直ですね、まあ、今回3話ですから、まあ、その3話を見る前っていうのは、もう1話と2話でも、1話と2話の感想動画でも絶賛してて、もうあれほど感動してるから、もうこれ以上上なんてあるわけないし、3話だからもはやね、まあ、ある程度面白さ落ちるだろうぐらい思ってました。うん。正直思ってましたし、さすがにまあ今回は普通の出来だろうと思ってたんですけれども、やっぱ蓋を開けてみて、実際に見てみたら、もう、これ前でほんと一番泣いたかってくらい泣いたんですよね。もう今期の中で一番泣いたと思います。うん、そんぐらい泣いて、やっぱ今期、ほんと大豊作の中でもやっぱ圧倒的に一番なんじゃないかなっていう、このアニメが一番なんじゃないかなというふうに思っております。まあね、しかもこの、まあ、今の前半部分、まあ、1から3話の部分っていうのは、原作勢の方にはね、まあ、序盤はあんま面白くないようですとか、まあ、盛り上がらないよっていう話を、まあ、聞いてましたし、実際に言われている中で、やっぱここまで面白いっていうのは本当に驚きですし、自分自身もね、こんなに評価する、こんなに絶賛することになるとは思ってなかったので、本当驚いてます。うん。しかもね、この先の原作はさらに面白くなってきてる。まあ、その原作勢の方も絶対この大人になったとか、成人編かな、まあ、ね、本当に面白いっていうのを聞いてますので、もう本当に楽しみだなと思う。だって、本来面白くないパートがこんな面白いわけですかね。面白いパートやったらどうなっちゃうんだろうみたいなね。もう僕画面からもう目を離せなくなっちゃうんじゃないか、絵にみたいな。うん、そんな感じがしてますね。もう、ほんと楽しみだなというふうに思ってます。で、僕はここまではね、ネタバレなしの感想になります。で、僕はネタバレありの感想を話すので、まあ、ぜひですね、まあ、これを聞く際には、まあ、原作をすでに読んでるようですとか、その3話をね、もう見た方がね、見ていただけたらなと思います。で、3話とかもニコニコ動画とかでも見れると思いますので、まあ、それね、見ていただけたらと思います。今回3話ですね。ネタバレしていきます。今回3話は、まあ、シルフィーとの出会いっていうのが描かれた、まあ、3話あったわけなんですけれども、なんでこんなんか出会い、友達を作るみたいなね、仲間集めとかじゃないですよ。ただ友達になるみたいな、なんか明らかにため会みたいなところで、なんかこんなに面白いのがね、すごいなと。普通だったらため会ですし、まあ、ああ、なるほどね、あ、仲間になったのねとか、友達になったのねぐらいで終わると思うんですよね。その中でこんなに感動できるっていうのがすごい。てか、1話、2話でこんなに良くて、3話でもこんなにすごいのかっていうのは本当に、この作品の底力というか、凄さを物語ってるなっていうふうに思っております。で、今回3話に関しては特に2つですね、もうめちゃくちゃいいな、めちゃくちゃグッとくるなっていう部分がありまして、それ何か話していくと、1つ目っていうのが、ルディのお父さんがルディへの怒り方っていうのを反省して、それをすぐに活かして対応を変えていくところですね。で、2つ目っていうのが、ルディがシルフィーと仲直りするところ。もう、まあ、このルディとシルフィー仲直りの最後のシーンに関してはもうめちゃくちゃ泣きましたね。もうそれで、最後のエンドロール、エンディングってところでもうやばいぐらいもう涙止まんなかったところなんですけれども、ほんと良かったなと思ってます。
で、一つ目ですね、まず、まあ、ここから深掘りしていくんですけれども、一つ目のルディのお父さんの変化ですね。まあ、こちらに関しましては、まあ、ルディのお父さんのパウロですね。パウロは、本当はね、ルディが、まあ、ルディっていうのはシルフィがいじめられたところを助けたんですね。いじめっ子みたいなところから助けてあげたんですけれども、そのね、彼のルディの言い分を聞くことなく、もう手を挙げてしまう。何も言うことなく叱りつけてしまうっていうところで、まあね、そういう部分があったんですけれども、でそっからの変化ですよね、お父さんの。まあ、それがもうやっぱめちゃくちゃグッときましたね。やっぱ普通なんかこういうアニメで描かれる、まあ世間的なお父さんは一般的にもそうだと思いますけど、やっぱね、頑固で不器用みたいなね、本当は悪いと思ってんだけど、本当は息子まで正しいんだけど、うまく言えないとか、本当は応援したいんだけど、応援できないみたいなね、そういうなんか不器用なお父さん、頑固なお父さんで描かれがちだと思うんですけれども、この作品のルディのお父さん、パウロに関しましては、なんかもうすぐに反省して、その過ちを正すというか、もうすぐに改善していくって姿勢がもう本当になんか、綺麗というか、もういい音、お父さんだなみたいな、ところすごい感じましたね。ほんとなんか自分の間違いって反省して、なんかその次起こる時に、次ルディがそのやらかしてしまうわけですね。まあシルフィに対してやらかしてしまったのを、なんかそのしっかり、最初は手をいきなり上げてしまっていた、すぐ怒ってごめんなさいって言えみたいに言ってたところから、しっかり事情を聞く、何があったんだ、なんで困ってしまったんだっていうのをまず聞いていくっていう、すぐその改善していくこの姿勢がね、もうめちゃくちゃグッときたし、泣けるなぁと、いい父さんだなぁと、いうふうに本当思いましたね。いや、これはね、一つ目です。で、二つ目のね、良かった部分の、そのルディとシルフィ仲直りですよね。こちらの部分に関しましては、ルディがそのシルフィを男の子だとね、まあ男の子には見えなくもないのかな、わかんないですけど、僕は女の子かと思ってましたけど、まあね、その男の子と勘違いしてたことによって、まあ無理やりね、服を脱がせて、まあその体を洗おうみたいにしてしまうわけなんですね。お風呂に入ろうかな。してしまったことが原因で、まあ二人の中が険悪になってしまう、そのシルフィがルディのことを恐れてしまうみたいな描写だったわけなんですけれども、まあ、ここでですよね、まあ、その主人公が、まあ、そのシルフィーをね、男の子を勘違いして脱がせようとしてしまったところの、自分の過ちをしっかり反省していく姿、また本当にショックを受けている、まあ、これやってしまったってショックを受けている姿ですとか、なんかその大人ならではのプライド、まあ、その元々はね、34歳かなのニート男みたいな感じの、なんかそのだからこそ、な、謝れるわけねえよみたいな、そのプライドだったり、なんかその子供っぽさみたいなのが相まった、なんかその不器用さですよね、主人公の。やっぱ人付き合いもしてきてないような主人公だと思うので、まあ、その不器用さっていうのはたまらなく死にましたし、なんかその彼がお父さん、そのパウロを頼りにしつつ、信頼して、頼りにしつつ勇気を出して、一歩を踏み出していく、仲直りしようと、謝ろうとしていく、仲直りしようとしていくっていうのは、この過程がね、もう本当に美しい。もうめちゃくちゃ泣きましたね。やっぱこの親子の仲睦まじい感じ、なんかその家族愛っていうんですかね、なんかお父さんと息子、なんか理想的な関係みたいな感じですよね。もう頑張れ頑張れみたいな、後ろで応援するお父さんと、なんかそのルディがなんか背中を押されて、仲直りしに行こうとするみたいなところですとか、まあそのシルフィーとの友情を育んでいくところ、またその主人公は現世で持ち合わせていなかった、現世では経験できなかったことをこの異世界でしていく、またこの異世界で必死になって補っていこう、頑張って自分を変えていこうみたいにしていく姿が、もう、素晴らしいし、ほんと涙が止まらないなというふうに思っております。いや、ほんと良かったっすよね、3話。もう皆さん良かったと思われた。皆さんかわかんないですけど、皆さん良かったと思われたと思ってます。はい。で、それ以外もね、まあ、2つ今いいところあげたんですけども、それ以外もね、いいところってたくさんあって、まあ、少しね、言っておきますと、まずですね、今回の冒頭でロキシーさんのおかげでトラウマを克服して外に出られるようになった。そんなルーデウスが描かれてて、まあね、前回やっぱ外が怖い、過去のいじめの経験から自分は外に出るのは怖いっていうルディだったんですけれども、ロキシーさんのおかげで自分から外に行こうみたいに言えるように今になって、もう本当に何より嬉しかったし、もうこれだけでも泣けるポイントだったかなっていうふうに思っております。で、からね、結構面白いところもあって、まあね、ロキシーさんのね、パンツ返すの忘れてたパンツ、ご神体とか言っちゃってね。ルーデスとかも面白かったし、やっぱ相変わらず杉田さんのモノローグ、めちゃくちゃ面白いなって、その D のね、大人役の声優の方ですね、のモノローグがめちゃくちゃ面白いかったなと思ってます。やっぱなんか面白さと感動ですよね、今回みたいな。なんかその、ここのバランスを本当に絶妙に保っているのはこの無色転生という作品で、もうほんと今後もね、もう大いに期待できるし、てかもう楽しみでしかないですね。もう今季このアニメだけ見、このアニメだけは何が起きても見ますよ、もう。はい。もう、自分に何があろうと、どんだけ忙しくなる絶対見ようってアニメですし、もう本当に楽しみだなというふうに思っております。
という感じですね、今回の動画は以上となります。ここまで見てくださってありがとうございました。またですね、無職転生に関する動画を上げると思いますし、私のチャンネルでね、普段アニメやったり漫画に関する話しておりますので、ぜひですね、これを機にチャンネル登録やったり、高評価していただけると非常に嬉しいです。ではですね、本当ここまで見てくださってありがとうございました。それでは、さよなら。